Captain Jung, and today we are going to learn High School Japanese 1. So, こんにちは、キャプテンジャンケルです。今日は日本語の教科書、高校日本語1を勉強しています。175ページ。ありがとうがいっぱい。ありがとうがいっぱい。ありがとうカードをあげよう。ありがとうカードをあげよう。うん、家や学校でいつもお世話になっている人にありがとうカードを。家や学校でいつもお世話になっている人にありがとうカードを。あかお母さん、うん、おいしいご飯ありがとう。ちょっとこれ好きじゃないですよね。お母さんの存在はご飯を作ってくれるしか、まあそれ感謝するのはいいと思うんですけど、それだけ考えてるのは僕それダメだと思います。ご飯は自分で作れ。ゆか日本語で何と言えばいいんですか。ちょっと気まきじゃんすみか。結局パペ줘서困った。ああ、そのアニメとかゲームで話を、うん、なっちゃないねから、うん、うん、いやーダメだ、うん、ちょんなバカバカしい。バカバカしい。うん。こんな無茶な。バカバカしいがじゃなくて。うん。バカバカしい。情けない。まあ、情けない。くご何もあつんで。だらしないですよね。だらしない。だらしない男だ。うん。まあ、産んでくれてありがとう、まあ、くらいならちょっと理解できますけどね。お母さんしかできないですから、まあ、他の女性が産んでくれたらちょっと困るじゃないですか、これは、うん、まあそれはそうですけど、ご飯を作ってくれてありがとうは、いや、そのそれはその何でしょう、何と言えばいいんだろう、ハッシュチューブか、発出部というのか、日本では何というか、ちょっと発出パチュルブラブロチェンダル、パチュルブ。あ、あんでるか、家政部、家政婦。あ、日本語で何と言いますか、家政婦、パチュルブだ、家政部。その日本の用語ちょっと分からないんですよね、すいません。ちょっと探してみますよ。あ、日本語でした。やっぱり韓国の昔の言葉はほとんど日本語から来ましたね。ハシュツブ合ってます。ハシュツフですよ。ハシュツフ、手伝い、家政婦もあります。全部できます。お手伝いさん、いらっしゃるんで、ハシュツがですね、パーゲン出張という意味ですよ。派遣出張、悪い意味ではないじゃないんです。パチュソドパチュディよ。そうです。ああ、これはどういう意味？発見されて出ている。発見出張の意味があるということです。ハシュチュフ、家政婦。ハシュチュフさん、おいしいご飯作ってありがとう。それは同じく言えば、お父さん、給料をなんか、給料をもら持ってきてくれてありがとう。何が違うんですか、そう、こういうふうに言ってたら、お父さんはなんか給料作る機会なのかって、ね、というなんかきっと反論が出ちゃうと思いますよ。開けました。開けました。
でとうございます。1年間いろいろ、いろいろと本当にお世話になりました。今年もよろしくお願いします。うん、そうですよね。田中さゆり。破出風、火星風も先生は初めて見たんですよ。日本 で、日本でまだ先生の友達の中でこういうのができる人は見たことないです。うん、それで、まあ、破出風とか火星風、あまり使わない言葉だと思いますね。それで175ページ、ちょっと練習していきましょう。家や学校でいつもお世話になっている人にありがとうカードを。家や学校でいつもお世話になっている人にありがとうカード。こっちでちょっと大事なところはお世話になっている人ですよ。どういうふうにその人という名詞を飾っているのか、寿司、チャンシがなんか飾っているのか、お世話になっている人、この表現がちょっと難しいかな。家や学校でいつもお世話になっている人にありがとうカードを。家や学校でいつもお世話になっている人にありがとうカード。3回。家や学校でいつもお世話になっている人にありがとうカード。うん、家や学校でいつもお世話になっている人にありがとうカード。うん、では次のページ、176ページ。これ、その読めますか？このちょっと難しい言葉。よ、ちょっと読めますか？ちょこんでもいい。くなしにょんのくんですよ。くなしにょんのくん。くん、もらおうかよ。つつしんで。つつしんで。つつしんで。うん。慎んで。慎むというのは、なんか、ちょっと、まあ、三が、調心という韓国の言葉と似ている表現で、君という言葉は、漢字自体が君音の君と同じです。慎、春。うん、慎んで。新春。新春ですよね、新春。新春、合ってます。新春のお新春のこのキョンという言葉はですね、韓国でキョンギ大学、あとキョンギ、キョンはキョンサーすったキョンチュという時の結構いい言葉です。この場合はですね、その訓読みなんですから、お喜びになります。これぐらいできれば、本当に日本語上手ですよ。まあ、話すも書くことも、言うこともできれば、まあ、この文章だけではなく、他にもね。皆々様そうです。皆様。皆々様。その皆様よりかっこいい表現になります。皆々様の子。変の変ですけど、日本語では何と言いますか？こうです。それで、こうタコになります。タコもちろんそのタコと、ちょっと超音 の、 その長さがちょっと違うんですからね。ごタコになります。ごタコ。ごタコ。ごタコを。
잠시만요오리기도의기ですよね오이노리です오이노리이노리오이노리뭐이야기하지고타코타코고타코오오이노리오이노리みなみな様の涼しんで新春のお喜びを申し上げます。とともに。お喜びを申し上げますとともに。ともにもまあちょっと漢字使うんですけど、みなみな様のご多幸をお祈り申し上げます。いきなりこの本がね、高級日本語になりました。もや。慎んで新春のお喜びを申し上げますとともに、皆々様の、ちょっと切りますよ。慎んで新春のお喜びを申し上げますとともに、慎んで新春のお喜びを申し上げますとともに、慎んで新春の喜びを申し上げますとともに、慎んで新春のお喜び申し上げますとともに。これがね、韓国語で삼가あれ입니다。삼가말씀드립니다。삼가하삼가다삼なんでしょうか。それはなんか조심스럽게、좀무게잡고。신대신신노를고비모시하게마스도도모니。慎んで新春、慎んで新春の喜びを申し上げますとともに、3回。慎んで新春のお喜びを申し上げますとともに、慎んで新春のお喜びを申し上げますとともに、慎んで新春の。あ、いたか、10分いたじゃない。알았어기다릴게그래알았어미나미나사마노고타코오오이노리모시앙이마스미나미나사마노고타코오오이노리모시앙이마스미나미나사마노고타코오아죄송합니다미나미미나미나사마노고타코오오이노리모시앙이마스미나미나사마노고타코오お祈り申し上げます。三回。みな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 さまよ。みなみなみなさま。みなみなさま。みなみなさまのご多幸をお祈り申し上げます。お祈り申し上げます。お祈り申し上げます。あとその右の漢字はどう読みますか。右の漢字。春。その韓国では。ちょっと、ああ、そうです、合ってます。ヨンチュンですよ、ヨンチュン。ヨンチュンですけど、この意味は봄을맞이한다。そうです、迎える意味です。それで、日本語では、ゲイシュンになります、ゲイシュン。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 ヨン、ソーヤン、ソーヤンサービス。ソーゲイ。そうです。送迎サービス。あと、歓迎いたします。とも同じです。歓迎の場合も4ですからね。それで4は、その、欢迎の4は日本語で芸になります。大歓迎いたします。でも、これは向かいらん、똑같은거아니에요。あにえよ。いくらんか、あにえよ。あってます、あってます。はい、お迎えに。それで、こっちも大事ですよね。空港まで。お迎えに来てくださって。本当大事です。お迎えに来てくださって。これも大事ですからね。これ、ちょっと3回はしましたけど、これとね、お体にお気をつけくださいと。お迎えに来てくださって。実は、この
高校日本語1としては本当に難しい表現ですよ。これはもう高級な日本語な、高級日本語なんですから。ゲイシュン。ゲイシュン。それで、今日はここまでにしておきますか。うん。